西木コーチです。今日の企画は未来モンスター密着ということで、今日はアモールサッカークラブトータを取材していきたいと思います。2年生の頃からうちに所属してるんですよ。私は足元の技術が上手くて守備の強度もすごく高くて、何よりねクロスもめちゃくちゃ上手いです。今日風がめちゃくちゃ強いということで、インタビューの方は後日やってもらいます。今日はコーチと一緒に1対1の動画を撮影して、その後にトータの試合でのプレー動画の方をお届けしたいなと思ってます。それではやっていきます。せーの、スタート。絶対決めます。
trying to hold on to God and find it first. But here I am, cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave.三好康太くんと、お父さんに来てもらいました。まずお父さんから普段どういった、子育てをされてますか？特に意識はしてないんですけど、自分で考えてやってもらえるように誘導できるような感じでいろいろ試行錯誤してます。できてますか、康太は？少しずつやってるとは思います。じゃあ康太のプレースタイルですか？はい。バルサキャンプに参加したと思うんやけど、どうやった？バルサキャンプの結果はどうやったん？コータ、時間湧いてない？全然反応ないや。普通に嬉しい。